はい、今回はですね、今をときめきまくってる選手ではないですね、人を紹介しましょう。ときめきまくってるでしょ、明らかに。よいしょ。いいんじゃないですか。秋田豊ですよ。髪の毛ふさふさじゃないですか。ねえ。右がフッティスタ、左がダブルシーシフト。ダブルシーシフト合ってんな、秋田。いやー、懐かしいね、秋田ね。まあ、結局この人もね、98年ワールドカップのメンバーでもあるし、2002年はね、試合には出場してないですけど、盛り上げ役で呼ばれてますよね。懐かしいな。すごいよね、この人。キープレイ何？闘魂ヘッド。いいね。いいね、闘魂ヘッド。もうまさにその通りだね。まあでもこの人ね、もちろん選手時代はね、本当にもう、鹿島のなんかもう番人のようなね、ゴール前を本当にこうね、守ってたっていう感じなんですけど、監督になってからはちょっと微妙やね。やっぱね、監督、やっぱりなかなか大変な仕事やなと思うな。どこの監督やってたんやろ？京都のなんか監督も一時期やってたよね。でもずっと監督やってないからね、結構なんかもう、コメンテーターみたいなこともやってたからね。で、気がつけばなんかもう、毛根型も死んでたんかな。急に、あそこ行ったよね。いいかな。岩手か。秋田が岩手ってややこしいね。もうちょっと違うとこ行ってくれよ。秋田が岩手ってめっちゃややこしないよ。岩手が秋田みたいな感じやろ。もうわけわからへん。まあ、チームもね、結局この人、岩手のチームを率いて J3 から J2 にね、こう昇格させてるんですけど、いかんせんね、この人のやってるサッカー超守備的なんですよ。今時珍しいぐらい。で、俺何回も言ってますけど、もうサッカーのトレンドは攻撃なんですよ。だから真逆をやってるんですよね。真逆を。だから、まあ、J2 に残留することは不可能ですね。なぜそれに気づかへんのかなって。まあ、結局ね、さっきも言ったかもしれんけど、結局日本人の多くの指導者は、組織的なディフェンスを構築することは得意なんやけど、点を取るってことに関してはみんなね、やっぱアイデアがないのよ、結局のところは。だからね、成功しないんですよ。まあ、秋田もね、俺以前、七海の時も言ったかもしれないですけど、まあ、今後どれだけね、まあ、頑張ったとしても、日本代表の監督になれるほどのね、器の指導者じゃないんですよ。残念ながら。もう、これが限界みたいな。この後、どんだけ経験を積んだとしてもね。まあまあ、そういう感じなんですけどね。まあまあまあ、岩手でとりあえず、あと残り2試合かな？ありますんで、残留できるように。まあ無理かな？まあ頑張れや。